失礼いたしました、早朝から丸一日、それぞれ、ご苦労様でした、経験豊富な講師の、先生方のきめ細かいご指導、それから受講生の皆様の熱心な姿を拝見しました、午後の実際の実技の方では皆様が中学生に思えるほどでありました。非常に熱心にやっていただきました。全県連の方にはこれを持ち帰りまして報告をいたしております。この講習会でそれぞれ中学校の授業の在り方、授業協力者の役目等とご理解をいただけたと思います。皆さんは剣道の有段者、専門家であります。剣道の技術、精神、そういったものを中学生、生徒に、剣道の楽しさ、喜び、そういったものを伝えていただきたいというふうに、思います。最後になりますけれども、剣道も対人対人のそれぞれコミュニケーションであります。やはり魅力ある指導者がそれぞれやはり生徒に与える影響が大きいように思います。一つ魅力のある指導者として中学校等々から要請がありましたときにはぜひご協力のほどよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。ご苦労様でした。どうもありがとうございます。